えー、こんにちは、速化軸の久保です、まあ、私いくつかね会社を経営していて、えー、法人を複数持っているんですけども一番長い法人期間がただいまね11期ということで決算を完了しましたえー、本当にねめちゃくちゃなスタートでもともとはマージャン店の、まあ、補助的な会社としてスタートしたんですよねでそのうちに実質的にマージャン店の経営をすることになり 赤字はどん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 膨らんでいって最初はね税理士さんもねもうこんな会社の決算嫌だよっていうふうなめちゃくちゃな状況でそれこそレシートもほとんど残ってないような状態で明細とかを封筒にぶっ込んでただ送るだけみたいな私の会計処理まあ事務員さんもいなかったんでねそんな感じで非常に迷惑をかけたと思いますである時ですね、えー、インターネットを使ったビジネスに出会ってそこから徐々に売り上げを盛り返して マージャン店では大赤字なんだけども、人件費、家賃などを中心にね。でも、即価塾という、YouTube メディアを使っての集客販売には、ものすごくね、影響が出て、それこそ、何百万、何千万という単位で利益が上がってきました。おかげさんでそれまでの負債を全部お返しして、はっきり取引先とか税理士さんに支払いの滞納がずっとあったんですけども、何年分もまとめてお話してあのお返し,して、税金もきれいにして、借金も全部なくなって、 でなんとかね再スタートをしてそれから数年経ちましたえー、3年間いわゆるコロナ禍というもので私は店舗とかはもうその時持っていなかったんで特に大きな影響を受けませんでしたけどもうんおかげさまですごくいいタイミングでね皮肉なことに店舗を失ったから生き残っていたとも言えます店舗を持ってたらねあの従業員さんへのお給料とか待遇とかその他のことで多分ね 会社どころか私自身も潰れていたと思いますしそもそもこんなね一戸建てに住んで、うん、家庭生活なんて遅れてないと思います多分結婚もしてなかったと思いますねだから本当にねビジネスは私を自由にしてくれたっていうそっか塾の一番最初のキャッチコピーがあるんですけどもまさにその通りでビジネスが自分の味方についてくれると投資で損をした時でも店舗を失った時でも信頼信用をなくした時でも ビジネスは絶対に自分を裏切らないんですよね。そして正直な商売をすれば、必ず正直な人が集まってきて、正直な結果をもたらしてくれる。この正直っていうのは、失敗した時も正直な結果が出るってことなんですよ。だから原因がわかるんですよ。自分の欠点とか失敗した点を逃げずに、何でだろうと考え続けることによって、問題の口が糸口がね開けて、11期を完了するということになったと思います。 本当に、ね、会社を設立する前2年間社労士さんを紹介してもらってずっと詰めながら会社の設立を決断しました当時私は無職の牢屋帰りですから本当に不利なスタートだったと思いますクレジットカードを作れるわけもなくいろんな方のお手伝いで、えー、本当にね助けられましたね10年続く会社が1割に満たないと言われている世の中で いろんん、なな有名な会社とか、飲食店チェーンさん苦しい中どんどんなくなっていきました近所からもお店や30年40年続いた会社がなくなっていくのをこの目で見ていましたけどもおかげさまでなんとかうちはあの笑える身分ではないですけどもねなんとか11期を務めさせていただきましたただいま12期をスタートして1ヶ月以上経ちますけどもこれからも皆さんと共にこの会社が何かねあの いい未来をいい日本を作っていけるように粉骨再生していきますんでこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。